カメラに SD カードと電池をセットします。まず、電池からこの後ろ側にこの蓋を開きます。でここが端子がありますので、この端子を合わせてセットしますね。上からスイッと差し込めばいいのかな。それでこの蓋をすると、おっといけない、電気の今電源ボタンを触ってしまいましたかね。あ、なんか触っちゃいましたね。ノー、あ、ノー SD カードとなってますね。これ電気を切らないとまずいですよ。電気を切って、あ、どうやって電気になる、まだいい、あ、これで、これ長押しすると切れるんですね。それで、SD カードはこの側面のここですね。ここに入れます。これをまず開いて。これ裏表はどっちなのかな。端子は下は分かってるんですけど、マイクロ SD カードを入れると。あ、こういう方向じゃないみたいですね。こっちがこっちなのかな。こうみたいですね、多分。あ、こうですね。これで入りますね。ここには HDMI、 あ、ずいぶん小さい HDMI のコネクタですね。それと USB、 こちらが USB だと思うんですけどのコネクタがあります。これで蓋を閉めて、これこうちょうどこうデコボコがありますので、ここに合わせて、よいしょ、すいません、これでセットされました。それで今度続けてこのハウジングに、これをカメラを入れています。このハウジングはこれがちょっと、こうやってこうだな、この矢印の方向にこれをスライドさせて、でこれを上に持ち上げます。こういうふうにスライドさせて、それでギュッと、あれ、ギュッ、開きましたね。でこう開きますので、これに、ここを合わせて、これで、で入りましたね、うん、でこうなってるわけですね。おそらくこれが電源スイッチですから、これ押すと、あ、電気入りましたね。うん、まだいじったことないんですけど、これは何なんだろう。これがシャッターボタンで、これは多分モードを切り替えるボタンなんですよね。違うかな。あ、そうですね、 Wi-Fi がオフになってるとか、あ、今なんか止めやすいかな。あ、これランプの点灯も変わりません。ちょっとまだ使ったことがないん でこれを多分長押しすると電気が切れるんですね。あ、これ電気切れましたね、多分。あ、というとこですかね。とりあえず今回はここまでです。